F 戦闘機がついにウクライナで実戦配備最新の防御システムも搭載デンマークとオランダがウクライナへの F16 戦闘機の供与を表明してから1年後ようやく第一陣がウクライナに到着し実戦配備されたウクライナ空軍で収益したのは F16 の MLU 型でデンマーク軍が保有していた F16AMBM このモデルに期待される改良はすべて実施されているほかロシアによる全面戦争が2年6か月目に入る中疲弊したウクライナ空軍にとって非常に役立ちそうな追加装備も搭載されているウクライナ大統領府は4日ウクライナのカラーリングを施した F16 の初の公式写真映像を公開した赤外線誘導の AIM−9 サイドワインダー空対空ミサイルやレーダー誘導の a i m 百1 2 0アムラーム空対空ミサイルなどを搭載した F16 をお披露目しそれを通じてこの超音速機がウクライナの防空面で果たすことになる役割を示した画像を詳しく見ると主翼裏の中ほどに自己防御システム内蔵型のパイロンが装着されているのがわかる。 こうした自己防御システムは危険な空域で運用される戦闘機に必須のものであり言い添えておけばウクライナの上空は現在世界で最も危険な空域である左の主翼に見える自己防御システムはパイズ、パイロン一体型妨害手段投射システムミサイル警戒装置付きかエシプス、パイロン一体型電子戦システム ミサイル警戒装置付きと見られるイスラエルのエルビットシステムズ社とそのパートナーデンマークのデルマ社が共同生産しているパイズとエシプスは数年前から欧州諸国が運用する F16 に装備され始めたパイズはレーダーや赤外線で誘導されるミサイルを欺く JAF 妨害用の金属片やフレアを投射し ANAAR60 ミサイル警戒装置も付属するエシプスはシャフやフレアによるアクティブ防護を保管するパッシブ防護として地上などのレーダーを無効化する ANALQ162 ジャマー電波妨害装置などを備えるこちらも ANAAR60 が付属している替えが聞きにくい F16 の喪失はなるべく抑えたい 主翼の片方にパイズ、もう片方にエシプスをつけることもでき、併用すれば F16 は様々な敵ミサイルに対する広範な防御ができる。ウクライナ空軍は2022年2月の戦争拡大前に125機前後保有していた作戦機のうち、すでに90機余りを失っており、これらの自己防御システムは喫緊のニーズを満たすものだ。 ウクライナ空軍はこれまで長期保管していた古い機材を修復したり支援諸国から旧ソ連製の機材を提供されたりして喪失分を補ってきた F16 はデンマークとオランダのほかノルウェー、ベルギーから計85機を取得できる見込みだがウクライナ空軍はできるだけ失わないようにしたいと思っているはずだ。これ以上のの予兆 F-16 は、 支援諸国にももうあまり残っていない。ウクライナ空軍としては F16 を失って代替機を探すことになるよりも原油の F16 を保持していく方が望ましい。だがいずれ一部の F16 をロシア側に撃墜されるのは避けられないだろうし、もしかすると多数撃墜されることになるかもしれない。それでもパイズとエシプスがあれば、 喪失をを抑ええたたりりパイロットのの命を救ったりするるに役立つと考えられるウクライナ空軍がパイズとエシプスにどのくらい助けられるかは F16 をどのように使うか次第だろう主にウクライナ領内の奥深くで防空任務を担わせるのなら F16 はロシア軍の射程が最長クラスのミサイルを迎撃することくらいしかできないかもしれない。 一方、前線で対地攻撃任務をどんどん行わせるのであれば F16 ははるかに激しい敵火力にさらされるだろうとはいえ最も攻撃を受けやすい状態に置かれても F16 は古い旧ソ連製のウクライナ軍機よりは守られていることになる後者はジャマーを搭載していないものがほとんどだからだ ロシア軍が北朝鮮製 KN23 弾道ミサイルの使用を再開した可能性、キーウ攻撃で4飛来2撃墜。8月6日のウクライナ迎撃戦闘では、ロシア軍が発射した弾道ミサイルや長距離自爆ドローンなど22発が飛来し、ウクライナ軍は19目標を撃墜しました。このうち弾道ミサイルは、イスカンデル M ロシア製、 い北朝鮮製とされています出典ウクライナ空軍司令部これに先立ち昨日の8月5日にウクライナ軍事誌ディフェンスエクスプレスが7月31日の攻撃でロシアは北朝鮮製 KN23 弾道ミサイルを使用したが目標には届かなかったと報道し発見された KN23 の 残骸らしき部品の写真を掲載していました7月31日の攻撃はシャヘド136自爆無人機が89機も飛来した時でこの日には弾道ミサイルは報告されていませんでしたディフェンスエクスプレスによると7月31日の KN23 らしき飛翔隊は迎撃していないのに目標に届いていなかったので 当日には正体がはっきりしていなかったので未報告だったようです。そして後から残骸の部品が発見されました。今日のミサイル攻撃でウクライナ軍は公式にロシア軍が北朝鮮製 K.N. 二十三弾道ミサイルの使用を再開した可能性を示唆しました。ウクライナ側の認識では、二千二十四年二月二十七日以来の使用再開ということになります。 ただし、KN23 はイスカンデル M を模倣した設計で同じ地上発射式なのでレーダーで観測した飛行特性からでは見分けはつきません残骸の部品を回収した後に調査分析して KN23 かどうか確定することになりますキイウ方面にはロシアのボロネジ方面から発射されたイスカンデル M ないし KN-23 弾道ミサイル4発が飛来し、2発を撃墜しています。細長く燃えている物体が回転しながら着弾して爆発しています。正常な姿勢のミサイルの突入ではなく、迎撃されたミサイルが姿勢を乱して回転しながら落下してきたものと思われます。撃墜には成功していますが、空中での弾頭の破壊はできていません。 燃えながら回転して落ちてきて弾頭が生きており地表で爆発したという時点で迎撃ミサイルの可能性は低くウクライナ空軍司令部から報告されている限り8月6日にキーウ方面に飛来したロシア軍のミサイルは弾道ミサイル4発だけなのでこれは撃墜された2発の弾道ミサイルのうちの片方である可能性が高いでしょう。 なお非常に高速な弾道ミサイルであっても迎撃されて姿勢を乱して回転を始めると空気抵抗の増大で急激に落下速度が低下することが知られています。ウクライナ、先月のプーチン氏出席式典に攻撃計画か先月、ロシアのプーチン大統領も出席した海軍の日の記念式典をめぐり ウクライナが攻撃を計画していたと外務省高官が、ロシアメディアに対して明らかにしました。ロシアのリャプコフ外務次官は4日。国営テレビに対し、先月28日にサンクトペテルブルグで開催された海軍の日の海上軍事パレードをめぐり、ウクライナが攻撃を計画していたと明らかにしました。この記念式典では、プーチン大統領も演説していました。 リャプコフ次官はロシアのベロフソフ国防相が先月アメリカのオースティン国防長官に対し電話会談で警告したとした上でこのシグナルが明らかに効果を発揮した新たなエスカレーションは避けられたと述べましたアメリカのニューヨーク・タイムズは先月アメリカはウクライナの秘密作戦についてロシアから知らされて驚き ウクライナに計画の中止を迫ったと伝えていました先月ロシアがアメリカに情報伝達した件はこのことだったのかまあもし成功したらどうなっていただろういろいろ考えられるが一番ありそうなのがロシアがウクライナに総攻撃を実施何かをきっかけに NATO がロシアに攻撃結果的に世界対戦レベルの総力戦に発展する流れか変な話なが ウクライナがこの戦争に勝つにはもう NATO を引き込む以外の手段はない NATO の主要国というかアメリカとロシアは直接戦争はしないという点では利害が一致しているなんだかんだアメリカとロシアはこの戦争自体をどう幕引くか水面下で交渉しているのではないか。